なんか最近、そのよくわかんない電話番号から電話かかってきて、そしたらさ、なんかその、ミコが、なんか月額料金払ってないみたいな。それでなんかこう、裁判まで行きますみたいな。この電話の後に。その話がね、すごいね、なんかこう、難しいカタカナとか、難しい言葉をたくさん使ってきて、ミコバカだからわかんないんだけどとか思って、で、頑張ってさ、ちゃんとメモとか取って、そしたら、その、ま、っていうことは、ちょっとあまり理解できてないんですけど、支払えば大丈夫ってことですかねみたいな。まあ、それはそうなんですけれども、ドブブルブルブルって言われて、マジで真面目に聞いてたの。1年半ぐらい、ミコはなんかずっと払ってないらしくて、その人が言うには。なるほどって、なんかそのぐらいに確か、クレジットカード一回使えなくなって、どん時に外れちゃってたのかもしれないです、みたいな。こと、ミコね、すごいね、言うの、自分のね、自分のことひっきらかして、じゃあ、支払いの、その、振り込み先教えてもらえますかみたいな。と言ったら、これは、その振り込みとかではなく、我々は、なんか、回収業者だから、みたいな。と、すごい言ってて、こっちのやり方でしか支払いすることはできない、みたいな。で、その月額がそんなに高くないの、1000いくらぐらいで、1年半ぐらいだから、まあ、そんないかないけど、2万もいかんぐらいなわけ。で、いくらなんですかって言ったら、まあ、40万円です。なんでそんなにかかるんですかっていうか、そもそも、その、ミコに連絡が一回も来てなくて、郵便受けにも、そういうのは来てないんですけど、って言ったら、そもそも、登録する際に電話番号しか教えてないんだって、ミコは。その分、その、ミコの、その、電話番号から、その、ミコ、桜ミコの住所とか、裁判所に送検するための情報を、なんか、弁護士に依頼して、会社が、その分でお金がかかってんだって。みたいな。弁護士の、そこからミコ、もう金額からちょっとね、だんだんね、こう、本当にってなってきたわけ、ミコも。そんなこと絶対、でもわかんないじゃん、そんな経験ないから、ミコは。それで、じゃあ、つまり、今から、どうすればいいんですかみたいな。よくわかんないけど、とりあえず、ワイはどうしたらいいみたいな感じで。それで言うと、アップルの、支払いカードってお分かりですかって。アップルの支払いカード、アップルってアップルですよね。それって iTunes カードのこと？で、おかしいよと思って。それは、じゃあ今から買ってきてまた再度お電話すればいいですかって言ったら、それはできなくてですね。これを切られたらもう我々も何もできなくなっちゃうので。みたいな感じになんか半笑いされて、今から、お手数ですけれども、コンビニ、お近くの電気ショップとか、コンビニとかに行ってもらって、支払っていただいて、その番号を我々に、教えていただくっていうことが必要です。え？怪しい！怪しいよ！って、ここで、ついに確証というか、ほぼ怪しいってなって、あ、わかりました。じゃあ、ちょっと待ちくださいって言って、調べるわけよ、向こうも。アップルカード支払いみたいな。ミコが頑張って検索したら一番上に、マジで一番上に、そのアップルさんからこういう手口の支払いは詐欺ですみたいな。ちゃんとね、書いてあるページが出てきて、もしワンチャンガチだったとしても、このやり方は絶対おかしいと思って、すいませんけど、やっぱ大丈夫ですって言って、本当に信用に傷がついちゃいますよみたいな。すごいいっぱいなんかめちゃくちゃ言われたんだけど、はい。甘んじて受け入れます。ありがとうございました。あ、下手くそか。いやでも確かによくよく考えたら怪しさしかなかったんだけどね。ミコちに見破られるって相当だ。ミコなんだと思ってんだよ。ミコなんだと思ってんだ。いや、マジでね。すごい経験をしたよ。マネちゃんに相談したん？したよ、すぐに連絡して。気をつけてくださいね。典型的じゃないですか。なんか、そん時にさ、ミコがさ、それをね、マネちゃんに言ったらね、マネちゃんがね、このね、これ送ってきたんだ。怪しい。よく見抜いたな。よく見抜いたな、じゃないんだよ。うま。スタンプの使い方、うま。
はい。